今日は小説家の仕事道具の話、椅子にだけは金をかけろ、ハーマン・ミラーのアーロンチェロ20万、そんな話をしていきましょう。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便り猫にまたたび参加です。こんにちは。以前はツイッターで喜一郎先生の仕事道具まとめが流れてくるたびに読み返したのですが、最近見かけなくなってしまいました。もし可能なら仕事用品まとめをテーマにした YouTube が見たいです。よろしくお願いします。プロの仕事用品、仕事環境は知るたびに刺激になるしワクワクします。まあそういうお便りでした。以前これで Chromebook とポメラとか Microsoft Word は必須なのかとか、そんな話をしましたな。で、今日は椅子の話です。椅子ね、この正月、その同い年の知り合いが正月休みの間、まあこの人は片木なんだけど、正月休みの間ずっと確定申告をやってて、腰が痛くなったって言うんですよ。で、1日だいたい5、6時間ちょっとまとめて1000円でやったんだけどねっていう、腰痛くてっていう話だったんで、どこでやってた？台所ってあの椅子でってどの椅子があるんだよって言うんで、どのぐらいやってたのって、1日だいたい7時間か8時間かそのぐらいか、あ、7時間そんなことはない、1日ね 4,5 時間ずっと座りっぱなしで、でやっても腰痛くなってきてって言うんで、いや、そう、あの椅子だったらそりゃそうだよなっていう話で、まあそういえば椅子には金かけてたなって、そんな話を思い出しました。まあ先に結論言うと、僕が使ってるというか、さすが先に言っておくと、プロになるんだったらっていうか、プロになったらだな、プロになったら人の道具はね、他道具は別にそんな金かけなくてもさ、紙と鉛筆でなんとかなるけど、椅子にだけは金かけようよ皆さんっていう、そんな話です。ねえ、やっぱね、1日に7時間から8時間、少なくともね、下手すると20時間ぐらい座ってることもあるので、座りっぱなしの仕事です。ねえ、必ず腰痛を起こすんだ。ねえ、でね、普通の椅子、大抵の椅子ってそんなに長いこと座ることを前提として設計されてないんだ。まあそりゃそうだよね。片木の生活しててさ、一つの椅子にその確定申告やってたやつは、そう、4時間5時間ずっと座りっぱなしで腰が痛くなってもうきついっていうぐらいだからさ。いや、我々の仕事はほら4時間5時間なんて当たり前だからね。で、その昔、そういう話を遠い昔したときに、あのね、やっぱり椅子にだけは金かけろって言われて、もう20年ぐらい、20年もっと前だな、デビューしてそんな間がないところに、もうすぐ腰をやられたので、で、ハーマンミラーにしろ、あの当時15万でした、アーロンチェア。で、その当時で30年前でだいたい15万ぐらいしました。15万ちょいだったかな。そんな高いものさ、
ポンと変えるかよと思って、とりあえず新宿の伊勢丹の家具売り場、そう、あの当時新宿の伊勢丹に家具を売ってる専門に扱ってるところがあったんで、そこに行って座った途端に、あ、こう、もう座った途端に違いが分かるので、あ、これ決まったということで、その場で買って取り寄せたっていう風です。で、一応ね、ハーマンミラーのアランチェアって12年の保証がついているので、そのみんなね、買った時のレシートと、それから保証書はね、捨てちゃダメよ。12年保証ついてるからね。で、ぶっちゃけた話、12年保証と言いつつ20年持ちました。で、今2代目です。椅子に20万っていうふうにみんな、えって思うし、大体それ後回しにしたりとかするんだけど、みんなさ、羽毛布団、いくらの羽毛布団使ってる？で、ベッドと羽毛布団の値段を考えてみようや。で、こう、同業者にその話するんだよね。20万の椅子で、って思うけど、いや、布団で寝てる時間と、椅子に座って仕事をしてる時間と、どっちが長いっていう話をすると、だよな、っていう。まあ、そうなるよね。ねえ、これいきなり20万の写真品買うのちょっと勇気いるだろうから、これね、そう、意外とね、アーロンチェアってクソ高いの、クソ高いというか、クソ高いことはないな、値段相応のことはあるんだけど、いや、ほら、世の中そんなさ、10時間も、7時間も8時間もさ、ずっと座りっぱなしでほとんど動かずにこう仕事するなんて仕事、とか職場ってそうそうないからさ、だから大抵そのハーマンミラーのアーロンチェアってバブリーな会社が買って、会社が傾くとすぐ売りに出てるんだ。で、意外とね、意外と中古のオフィス用品売り場でね、意外と出回ってる。僕は今2代目のアーロンチェア使ってます。で、この2代目のアーロンチェアはね、飯田橋の江戸本ホテルに行く途中にあるその中古家具のオフィス用品店でね、売ってたのを見かけて、そろそろ買い替えなきゃなとか、ボロボロになってきたしと思ってた時に見かけてさ、ひょっとしてと思って見かけて、で、お店の人にさ、ね、ちょっとこれさ、試しに腰掛けさせてもらっていいって、ああ、どういいっすよっていうことで、腰掛けてみたら状態良かったので、で、それで座って、取り寄せたっていう。まあ、それが2代目です。で、一応言っとこう、中古でも10万ぐらい、だいたい7、8万から10万ぐらいかかるので、一応そこら辺は合格後で、これ実際に口頭でさ、だとか通販で買うのは勇気がいるだろうから、販売店、全国でどこにでもあるハーマンミラーアーロンチェア販売店代理店っていうところでさ、検索をかけて、で、近くで売ってるところを探すといいです。大塚家具だとか、割と大きいところね、大きい、かなり名前の通った
百貨店だったら置いてある場合もあるので、でそれで確かめていって、で実際に座ってみることをお勧めします。腰痛持ちの同業者、デビュー前のアマチュアの人はな、そこまで金かけることはないですよ。まずそんなに座らないから。ただほら、ここ聞いてる同業者のそこの君ね、椅子には金かけよう。ね、実際に座ってみたね、もう一発で、ああこれやっぱいるなっていうふうに思うので、でそれから中古買ってもいいのでね、とにかくまず座り心地を確かめることが大事。意外とね、執筆道具って、小説家の執筆道具ってね、あんま金かけなくても結構大丈夫なんですよ。パソコンもだいたい最低限度の、パソコンが開いて、ワードが使えて、ワード、エクセルが使えて、ネットが、ちゃちゃっとでチェックできればさ、文字書き込むことっていうのは、コンピューターの中では一番原始的な作業ですからね。最低限度のスペックでも大丈夫。で、モニターは、で、昔はね、安いモニター使うと、バックライトのちらつきとかがあったんだけど、今そんなパソコンって、そんな部品ってクロームブックぐらいしか使ってないので、クロームブック買うときは皆さん注意よ。これは普段使ってる人間のからの忠告だけど、クロームブックは安いだけあって部品結構安いので、ただクロームブックはさ、サブマシンとして使うんでさ、1日せいぜい使っても2時間 ?3 時間は使わないで、1、2時間パパッと、使うだけなんで、そんなに にらめっこするもんじゃないからさ。で、今のモニターはそうそういかれないし、ノートパソコンは、プロはノートパソコン使うとちょっと大変よ。猫背になるからね。外付けの、モニター使って背筋伸ばして、その画面見るっていう習慣つけないと、肩と腰やられるからね。まあその話はそのうちするよ。で、机はさ、乗っかってればどうでもいいので、あとはどうとでもなるからさ。だいたい小説家の仕事って紙と鉛筆とさ、国語辞典がありゃどうにかなった、どうにかなるものなので。ただ椅子だけはお金かけようねっていう、そうそう、腰痛防止にはもう結局そこだよね、そういうことです。この番組へのお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。小説家鈴木喜一郎、鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩症や横溝正史症、オリオモナ新人症など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではでは。